はい、ラーメン作ります。今日は北方ラーメンを作ります。スープは豚のガラメインのスープで、魚介だし付くなめのスープです。麺は高水の熟成麺で、手もみを加えてやや平打ち気味にしました。切り場がないんでしょうがないんですけど、麺はもう少し横に太くしたかったです。東京によくある番内ラーメンさんを意識して作ってみましたので、作ってみてください。それではご視聴よろしくお願いします。
はい、喜多方ラーメンの完成です。非常に美味しく仕上がりました。スープとタレとチャーシューに関しては今回は特に言うことはありません。よりブラッシュアップできたらなと思います。麺なんですけど、気づいてしまったんですけど、業者の熟成された麺はしっかり空気が抜けて透明になってるんですけど、自分で作る麺は2日冷蔵庫に置いてもそうなりません。もしかすると熟成する環境条件が違うと思います。ちょっと勉強が必要だと思いました。あともう少し平打ちにしたかったので、切り刃3ミリとかあったらそっちで次は作りたいと思います。ごちそうさまでした。よろしければグッドボタンとチャンネル登録の方お願いします。それではまた。